ですけど、ね、あるんですよ、うん、もうね、その目の前にね、うん、あるんですよね。ちょっと栽培しとんですね、これ関係者以外立ち入り禁止。夜でも見やすいようなうん、中入りたいんですけどね。はい、ここはですね、なんていうんですかね、まあその牛馬もちょっとごめんなさい、簡単なワードでいいですよ、もうその馬と、うん、トンネルができた。でそのトンネルも今はもう使われなくなったという感じですかね。はい、すみません。しっくりこないです。はい、なんかスピちゃんが説明できないみたいなんで、僕が説簡単に説明すると、はい、ここにね、トンネルがあるんですよ、うん。あるんですけど、もう使われてないトンネルなんですけど、うん、まあ昔ね、その商人の街道として結構ね、行き来しとったんですけど、まあでも、ここまで登るものね、結構登るんですよ。だから、やっぱ馬とかね、牛とかも、荷物を持って行くのがなかなかね難しいっていうこともあって、ちょっとね事故とか滑落がねあったりしようた場所なんですけどね、もうちょっと最近になってまた新しいね、もっと下の方にあるんですけどトンネルができたんですけど、で今回ねその昔のトンネル、昔使われてたトンネルね、ちょっと行ってみようかなと思うんですけど、はい、大丈夫ですかね。はい、はい、いうわけでちょっと、ね、はい、はい、行ってみましょうかね。はい、関ヶ原の戦の前まではこの川の10丁ばかりに城があったんですね。城の方は知らん、鉱山今あったってことだな。銀山とかでもね、人坂の銀山の金山堀が今もたくさん来ている。今もね、結構昔のことです。行きましょうかね、ちょっとちょっとちょっと、はい、もう道もね、かなり古いんですよ ね、悪いからね、皆さん来るときは気をつけてくださいね。なんかありますよちょっと手でね、追うんですけど、ね、あるんすよ、うん、誰がそんなとこで見ちゃうんかないかですけど、ね、はい、下になんかありますよ。で、ですね、なんかちょっと石垣っぽいくて、うん、なんかね、道みたいな感じのやつあるんですよ。おそらくこれがね、昔のその、うん、ここで多分馬とか牛が通って、うん、このね、うん、手頃のやつなんですかね、これ結構古いですかね。うん、古いっすね。聖書の宣言育成の宣言のものですね。はい、はい、まあ、ちょっとずつ見えてきたかな。ちょっとなんかお墓みたいな、うん、記念碑慰霊碑なんもなんかその人坂西道って書いてある。これは古いですよね、うん、でもなこのトンネルなのかな、よくわかんないけど、うん、結構ね、なんか昭和ぐらいにできたっていう って聞いたけどね。でももしかしたらもっとちっちゃいトンネルがだったんだけど、うん、そっち整備されたのかな、まあ、そう、うん、ちょっと行きますね。まあ、ちょっと不気味な感じではありますけど、もうね、その目の前にね、うん、あるんですよね。ちょっと見っこら、トンネルですね、うん、トンネルです。すごい涼しいですね。トンネルからのね、涼しい風がね、うん、ふわーっとするんですよね。怖いですねで、なんかやっぱ音が聞こえるんですよね、やっぱトンネルだから。やっぱ独特なね、聞こえてますね。うん、400m、 高さ制限400、あ、4m ね。はい、なんかね、すごいね、この踏み出され方が。なんか音がするんですよね、うん、あ、
椎茸栽培しとんですね、これ関係者以外立ち入り禁止、防犯カメラの作動中になったのね。そのほど椎茸栽培しとんの、ね、おっ怖えな、びっくりするわけやった。おっあー反響がね、ちょっとね、なんか見えないんで、ナイトショットのあれで、うん、なるほどね。はい、ちょっと同時進行で撮ってください、はい。夜でも見やすいようなあれなんですけど、肉眼ではね、ちょっと見えにくいんですけど、さらにね、この奥に、うん、まあ、なんか棚みたいなのが、棚の奥にまださらになんかあるんですよ、一番奥に。このね、ちょっと見えにくいんですけど、あんま変わらんすね。わ、でもめっちゃ冷たい風が時折流れてくる。本当だ、めっちゃ涼しい。あのね、あ、そう、鍾乳洞のね、中の、そうだね、うん、なんか入りたいんですけどね、どうしようもないですよね、このバカは。ナイキンでやったことないですかね。もうこういうふうに活用されてるってことなんですね。そうね、うん、なんかね、なんかありそうな感じするんだけどね、うん、でもこれ相当古いですよね。古いでしょう。ちゃんと電気も取ってるんですね。あれかな、この栽培の時に使ったりする時に使ってるんでしょうね。カメラも回ってるって書いてるし、うん、はい、というわけでね、はい、ちょっとこれからまた次のフィールドに行こうかなと思うんですけど、そうですね、今日はね、こういう感じで行かせてもらいました、はい、人坂峠ですかね。そうですね、はい、まあね、入りたいなと思うんですけどね、またこのニャン近所をね、ぶっ壊して入ったら捕まって捕まってしまうんで、ね、捕まってしまうんで、また捕まってしまうんで、またまた、まあどうでもいいですけど、はい、冗談ですけど、はい、はい、そうですね、はい、と、はい、いうわけで、ね、今日行きたいみたいですね。こういうのがね、はい、岡山県の、うん、と鳥取県のね、県境、はい、ちょうど岡山と鳥取を結ぶね、道だったという、うん、トンネルだったということでね、もう今は本当に使われてないんですけど、うん、そうですね、はい、はい、不気味ですね、でもね。そうですね、なんか幽霊出るんかなと思ったんですけどね、椎茸の栽培に使われてるってことで、はい、案外なんか、はい、そうですね、ほっこりしました。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。というわけでね、またスピチューブよろしくお願いします、うん、はい、それではまた、はい、ありがとうございます。はい、やってまいりました、スピチューブですね。はい、今日はね、どこですかね、ここ坂峠道ね、また心霊スポットですかね。はい、今回も有名だね。はい、僕もね、あんま知らないんですけど、やってきましたね。もうこのはるばる、はい、県境ですね、いろいろ書いてますけどね。はい、いいですか。西山クラソンの方ですね、岡山県の、はい、遠いです。2時間半ぐらいかかったかな、はい、はい、で何があるんですか。はい、ここですか。どういうものが、はい、スーパーさん、あんまり僕も一人でなかったんですよね。ここはでも宮本武蔵のゆかりの地なんですね、ここ、はい、はい、なんか怖い話はなんかないですか。怖い話、怖い話というか、そのどういうとこだったのかっていう、全部読まない方がいいですね、ちょっとね。まあ、簡単に説明してください。簡単に、ここはですね、なんていうんですかね、まあ、その牛馬もちょっとごめんなさい、簡単なワードでいいですよ、もうその馬とか難しいこと言わなくて、はい、まあ、ここはなんかすごい、なんですかね、険しい道になってるってことですね。はい、簡単に言うとですけど、その牛馬も使えないような険しい道だったってことで、で、そこに、まあ、トンネルができた。で、そのトンネルも今はもう使われなくなったという感じですからね。はい、すみません。しっくりこない。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録も
よろしく。